はい、どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日もやっていくわけなんですけども、今外出自粛、まあお家で過ごそうっていう時間なので、皆さんも家に過ごしていると思います。で、家で過ごしながらですね、スマホいじってると思います。まあ暇ですもんね。こうやって家にいる時間が多いからこそ、勉強したりとかスキルを磨いたりとかっていうことができる、そういう時間がまとまって作れる時なので、まあある意味チャンスではあるんですけども、ただ僕もですね、ついついこういじってしまう、触ってしまうっていうのはあります。で、この動画を見てくれてる人もどうでしょうか。なんかこうスマホをちょいちょいいじってしまったり、動画をダラダラ見てしまって、気づいたら5時間経ってしまいました、10時間経ってしまいましたっていう人もいると思います。自分が本来やりたいことをやった方が、なんか寝る時にすごい充実した一日になると思うんです。で、それを邪魔しているのが、まあこのスマホですよっていうのは、前動画でシェアした時間術大全っていう本で紹介した通りです。で、その本の中では、スマホとのいい感じの距離を取りましょうみたいな、その方法っていうのをシェアしていましたとは言って、でも結構方法がいっぱいあるんですよ。細かくいろいろあって、いや、これやるな、いや、できんのかなみたいな正直できるの、これ全部やったら大変だぞみたいなのもあるんです。もちろん本からインスパイアはさせてもらいますけども、ただ本を丸パクリしてこれがおすすめですっていうシェアする、そういう動画ではなくて、僕がこのスマホとの距離を適切に取るためにやっていることっていうのをですね、今回シェアしていきたいと思います。なので、これが正解とか、これが全て正しいですっていうのではなくて、なんかこういうのをやるとおすすめですよ、僕はこんな感じやってますよ、もし気になる方がいたらぜひ真似してくださいねみたいな、そんな感じでシェアしていこうと思います。なので、まあ気になる方がいたら最後まで見ていただきたいですし、まあ、全然、ああ、そういうことか、興味ないわって思った方はですね、ブラウザバックして他の動画をお楽しみください。はい、じゃあそれでは本題いきます。はい、ということで、まずは目覚ましを止めまして、今朝の8時なんですけども、朝起きたらですね、絶対スマホはいじらないっていうふうにまず決めます。僕の場合どうしてるかっていうとですね、はい、スマホはこの中に入れてます。ここはですね、ケーブルボックスでして、この中ごちゃーっとケーブルが混じってるんですけども、その中ですね、ここ今ちょっと薄く見えている部分にスマホを収納しています。で、朝起きた時にさっと開けて取れちゃうのだったら、まあそれはあんまり意味なくてですね、取りづらくしてるんです。これをこう開けて取ろうと思ったら、手がすごい突っかえるんですね。そうなので、うわーってごちゃごちゃってなっちゃうんです。なので、そう、取る時にはこうやってこれを外してで、これをこう救出するみたいな、ここに置いておいて、朝起きた時にスンって取れちゃったらあんまり意味がないわけなんで、なので、あえてアクセスしづらくする、取りづらくすると、あ、まあいいか、取らなくてもめんどくさいしってなって、徐々にスマホを触らなくなります。朝起きる時にスマホを触らなくなるので、この方法おすすめです。まあこのケーブルボックスがない人っていうのもいると思いますので、その場合はですね、例えば僕だったら、こうやってカバンの中にしまっておいて、どこか取りづらいところにしまっておくとか、そう、こういった方法でも十分朝起きた時にアクセスしづらくなるのでおすすめです。で、僕はその間にハイライトっていうことをするんです。朝起きた時に、今日やりたいこととか、やるべきこととか、緊急性のあって今日これだけは絶対やりたいみたいなものをこうメモに書いていくんです。まあこれは時間術大全っていうところに書いてあったので、まあその前の動画でもそのシェアした通りなんですけど、そう、まず今日は、これやりたい、あれやりたい、こんなことやったら今日寝る前に楽しくなるかなみたいな、そういうのをワクワクしながらノートに書いていきます。それと一緒に、例えばやりたくないけども、めんどくさいけど今日は税務署にちょっと行かなきゃなとか、税理士さんに書類を送らなきゃなみたいな、このメルカリで発送しなきゃなみたいなのもあるわけなんで、そういったものを書いていきます。はい、で、まあこうやってハイライトを書いたわけなんですけども、これでまだスマホはいじらないです。もう基本的に午前中はスマホはいじらない、もうどっかしまっておく、でも触れないっていうことを徹底すると、すごく作業がはかどりますのでおすすめです。で、僕の場合は今からこうやってハイライトを書きましたので、じゃあ今日はこれやろうって決めたら、あとはもうこれでスパソコンでやるっていう感じです。まあとは言っても、スマホもこのパソコンも、まあ画面
の一つじゃないですか。まあ正直僕も完璧にはできてなくて、やっぱこの SNS とか開いてしまいますね。メルカリをついついチェックしてしまったりします。なのでその対策として最近やっていること、まあ本にも書いてあることなんですけど、わざわざログアウトするっていうことを意識しちゃってます。おかげさまでこのページもちょっとずついろんな人に見てもらっているわけなんですけども、このページをずっとこうすぐアクセスできるような、すぐ見れるような状態にしちゃうと、やっぱついつい見ちゃうんです。なのでわざわざですね、このログアウトっていうことをしています。そうで、そうすると朝起きた時にこうログインページしようと思ったらこの画面になるんですよ。もう一切情報も入ってこないですし、こうなんかこうアカウント入力するのがやっぱめんどくさいので、いちいちこう入力するのめんどくさいので、まあ後で見ればいいかみたいな感じでそのページからは去ることができると。でこっちの、ハイライトに集中することができるということで、これはすごくおすすめです。はい、ということで僕これやってます。終わりました。いやー、ぶっ続きだったので結構頭が痛いです今。はい、ということでちょっと休憩させてください。うわー、はい、パルブでございます。おー、美味しそう。じゃあいただきます。頭が痛いのであんまりコメントが出てこないんですけど、幸せです。本当に大好きなんですよ、甘いものが。お酒は全然飲めないんですけど、ただ甘いものはバクバク食べます。なのでよく居酒屋に行った時に皆さんお酒飲んでるんですけど、僕は甘いものをバクバク食べてるっていうような感じですね。そう、スイーツ男子です。よいしょ、早い。ということで元気復活しました。でこうやってる間に緊急な用事だったり急ぎの電話が入ったらどうするんですか、ショッピーさんっていう人いると思います。で僕も最初はそれ心配でした。やってる間にもしかしたら電話が入ってるかもしれないとか、心配でした。でも実際やってみて急ぎな用事とか緊急な連絡が入ったことがないです、今のところは。はい、まあ、あんまりこう友達とか知り合い少ないわけなんで、あんまりこう友達いないんで僕。そう、まあそれもあるかもしれないですね。そうで3つ目なんですけども、その午前中だったりスマホをいじらずにこうやって仕事とか勉強とかガタガタってやるわけなんですけども、その間になんか邪魔されたくないんですよ。邪魔されたくないのでスマホの通知は、まあ、ほとんどオフにしてます。例えばこれが僕の iPhone なんですけども、この中の設定ですね、この中にある通知っていうところをちょっとお見せしたいと思います。これ個々でその通知を設定するかどうかっていうのが選べるんですけど、設定する必要があるんですけど、基本的に全部オフにしています。オフオフオフってなってます。でその中でもチャットワークっていうものは仕事でも使っているので、バナーとバッジ、要するにそのスマホがロックしている時には通知されませんよ。でもなんか連絡が来たらこのスマホの画面上でこうバッジとして確認できますよって、そういう形をとっています。でこうやってパッと開いた時に、あ、連絡が来てるってなったらそのアプリを立ち上げてメッセージを返信したりとか、なのでメルカリもなんか通知が来てるので後でちょっと対応しておきますけども、こんな感じで自分が画面を開いた時に何が来てるのか、どんなことをやらなきゃいけないのかっていうのが分かれば、まあ、それでいいかなと思ってます。で僕はこういうスマホの設定をする前っていうのは通知はオンにしていました。なんでかっていうと、読んだ本で仕事ができる人ほどメッセージの返信が早いって書いてあったからなんです。なのでそれを早く返信をすべきだ、そのためにはちゃんと設定をすべきだっていうことでこの通知をオンにしていました。そうでこうなんか大切なことに集中していたりとか、こう勉強している時になんかピョンピョンってなって、そのためにこう意識が奪われちゃうんですよね。で、ああ返してとか、ああ返してみたいな感じだったんです。で最近はですね、まあ、おかげさまでインスタだったりツイッターの DM もいただきますし、そのメルマガの方での連絡もいただいたりとか、あとはYouTube のコメントなんかもたくさんいただきますので、それをこう一つ一つ来たら返す来たら返すってやってたら、もう僕もう自分に使える時間がなくなっちゃうんです。ちょっとあんまりこう連絡をし続けるのもちょっと疲れたなと、しんどいなと思いまして、
じゃあなので自分の中でまとまった時間、この時間で一気に返すって決めて、でそれまでは自分の時間を作ろうと思って、まあ、この通知を全部オフにしていったっていうことなんです。なので僕それやってから返信がすごく遅くなってしまいました。6時間後に返信みたいなのがザラになってしまいました。で僕のお世話になっている今税理士さんは秒で帰ってくるんですよ。もう1分以内にピコーンって帰ってくるんですけども、まあ、ただ1行2行一言二言でもうパンパンって言ってちょっと味気がないんですよね。なので僕は返信は遅いですけど1個あたりのメッセージはちゃんと書きますよっていうスタンスなんですよね。まあ、どっちがいいか分かんないですけども、ぶっちゃけそれやってじゃあ早い方がいいのか、それとも時間はかかってもじっくり返すのがいいのかっていうのはまだまあ正直わかんないです。でも劇的な変化もないわけなんで、まあちゃんと自分の時間を取りつつでも丁寧に返信するっていう、まあこのバランスができているので、今僕はこういう方法でやっています。もっとこうした方がいいんじゃないですかっていう意見がありましたら、ぜひコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。はい、ということで、そう、まあそれぐらいなんですよね。僕がやっているそのスマホとの距離を置いて、自分が大切なことを大切にする時間をちゃんと作って、でそれを実行していく、勉強したりとか仕事したりとか、スキルアップしたりとかっていうことをまずは優先的にするために、そのスマホに意識を奪われないための方法っていうのは以上です。はい、まあでもこんぐらいです。めちゃくちゃシンプルなんですけども、ただやっぱりどうしても誘惑に負けてしまう人も多いと思いますので、ちょっとずつちょっとずつでいいんでやってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回の話がちょっとでも面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ嬉しいです。そう、かなり言うのは簡単なんですけども、やるのは難しいと、継続するのは難しいことだと思いますので、ぜひそんなの知ってるよというよりかは、やってますって言えるようにですね、僕も頑張ります。僕自身もうこれやって1年間経つんですよねって言えるように、僕もこれから引き続き頑張っていきます。はい、ということで、あ、そういえばですね、環境ブラッシュアップの一つとしてこのイヤホンですね、これを買えます。実際前持っていた AirPods 2はメルカリで売れました。なのでもう発送して今手元にはないです。ということで新しいやつですね、こちら、そうだ、注文したので、これちょっと簡単に紹介していこうと思います。まあ、一本の動画にするわけ、そんな重要なことでもないので、この動画の後半戦とか、まあ、おまけ動画としてシェアしてみようと思います。はい、こちらですね、AirPods Pro をゲットいたしました。僕は結構新商品を出てそれに飛びつかないタイプなんですよね。なんでかっていうと、それが本当に必要がどうなのかっていうのを3ヶ月ぐらい吟味するからなんですよ。そう、本当にこれは自分にとって必要なのかどうかっていうのをいろいろリサーチで吟味して買うので、レビュー系 YouTuber に向かないと思います。本当にこうペアリングが楽ですね。楽すぎるのでやっぱり Apple 製品は離れられないです。このイヤーピースのサイズを大きくして自分の耳の穴に当てはまるようにフィットするようにしてちょっとやってみたいと思います。よし、すごい、何も聞こえない、うわ、すごいです。感動ですね。前僕なんかで別のやつでノイズキャンセリングイヤホンっていうのをつけてみたことがあるんですけども、まあこんなもんかって正直思ってたんですよね。でもこれはすごいですね。本当に聞こえなくなります。ちょっとオーバーに取られるかもしれないんですけど、本当に聞こえなくなるんで、これはすごいですね。めちゃくちゃ仕事もはかどります。はい、ということで後半はですね、イヤホンもブラッシュアップしましたっていう動画をシェアさせてもらいました。まあ、でもこうやってスマホも使いようによっては本当に便利な仕事道具になりますし、相棒になると思います。ただそのスマホに時間を奪われて自分が大切なことにだったりとか自分の才能を磨くことにその時間を割けないっていうのはすごくもったいないと思います。便利にはなってるんだけども、ただ幸せにはなっていないって思ってたらですね、ぜひそのスマホがあなたのその大事な時間を奪っちゃってるっていう可能性もありますので、そうなのでスマホの通知を切ったりとか、朝は絶対に触らないとかですね、そういったことをやってもらえれば、そうでその代わりに空いた時間で自分の好きなことだったり自分がやるべきことをこう集中してやってもらえれば、
そのどん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 身軽になっていくんじゃないかなというふうに思います。そう、僕はそういう人をどん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 あの増やしていって、でその身軽になった人たちと世界中でオフ会したいっていうのが、まあ、僕の夢だったりするので、そう、それに向かってこれからもどん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 その身軽になれるような、まあ、中にはちょっとクスッと笑ってもらえるような、そう、心がちょっと軽くなってもらえるようなメントレっていうのもシェアしていきたいですし、そう、それもまあこれからもちょっとずつですねシェアしていこうと思いますので、もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ちょっと手の動きがあれでしたけども、はい、以上です。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。11 Pro を使ってみてどうでしたかっていうコメントをいただきましたので、それに対してじゃあ僕が1ヶ月長期レビューっていうことでちょっとシェアしようと思ってました。そう、でもなんか違うなと思ったので、話すネタはちょっと変えさせてもらいましたけども、でもあのそうやってリクエストいただいて本当にありがとうございます。そう、これからも皆さんのコメントをちゃんと見てますので、その中でなんかあこれ採用したいなとか、これやってみたいな、皆さんにあの有益な情報になるなと思ったらやつはどん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 採用をさせてもらいます。はい、ということで、まあ、あのこういうこと知りたいですとかあったらですね、またコメント欄で書いてくれたら嬉しいです。はい、今日も最後まで噛み倒しましたね。